はい、皆さんこんにちは。今回はこの琵琶、栗、柿、三拍子が揃ったこの畑で小さいイノシシを捕獲することができました。ここの罠は先週の水曜日設置して1週間経たずに捕獲することができました。はい、あそこに小さいイノシシが捕獲されています。ここは大きな柿の木にくくっているため行動範囲はかなり狭いと思われます。では今から電気止め挿し機の2本槍タイプを使って止め挿したいと思います。本日は9月11日ですが、佐賀県の栗はまだこのように青くあまり落ちていません。ここは立派な栗が落ちるのでかなりイノシシがやってきます。周りも結構荒らした跡があるので大きいイノシシもいるかなっていう感じがします。では今から止め挿しに入ります。小さいイノシシで行動範囲も狭いので、鼻くくりはやらずに止めさせたいと思います。すいません、2本槍と言ってましたが1本槍でいきたいと思います。1本槍が絡まっているときはかなり楽なので手元のスイッチがキリになっているかを確認します。コンセントに挿します。よし、アースクリップをワイヤーにつけます。手元のスイッチをイリに入れて刺しに行きます。刺します。約20秒から30秒ほど電気を流します。はい、電気が効いたので手元のスイッチを切ります。アースクリップを外します。最後に必ずナイフで止め刺しを行います。ここには2箇所罠を設置していましたが反対側も弾いているようです。その後手直ししたいと思います。今回は、だいぶ管理が行き届いていない柿栗畑で10キロ15キロぐらいのイノシシを捕獲しました。今回もご視聴ありがとうございました。動画内に登場したダブルジャンプくくり罠の解説をします。こちらのくくり罠は太田製作所のオリジナル商品です。どこがオリジナルかというと、この分厚さ、強度が他の類似品と異なります。こちらがよく見る類似品で、こちらがオリジナル。こちらのオリジナル商品は板全体の樹脂量をアップさせ、樹脂量の違いはこちらを見れば一目瞭然かと思います。こちらが類似品の重量、こちらがオリジナル、 60g も違います。使い方は簡単。踏み板をこのようにセットして、ここにねじりバネか押しバネをセットするだけ。ねじりバネをセットした時の動作イメージをご覧ください。踏み板をイノシシが踏むとこのように高く跳ね上がり、がっちりと足をくくれます。気になる価格はこの一式まるっと1セットを3つで2万1000円から販売中。その他にも狩猟用品も多数取り扱っていますので、動画やホームページなどを見てください。この罠カタログも無料でホームページよりダウンロードできます。ご注文はネット注文、お電話、おメール、おファックスでお待ちしております。この動画の概要欄をぜひチェックしてみてください。